皆さんこんにちは。ツッキーこと椿です。前回の続きです。ファミコン昔話。新、鬼ヶ島。4章。4章。鬼ヶ島への長い旅に出た二人は、まず、隣村へ向かいました。あ、隣村が水に沈んでいます。小さな小屋があります。そばで見ると、思ったよりしっかりした小屋です。壁に何か書いてありますよ。罪人よ、証の品を持ち、我らが姫の力で、目覚めの門を。くぐるべし。悪を解き放ちたる悪霊は、その道をもって、償うべし。意味がよくわかりません。おや？誰か近づいてきましたよ。誰が呼んでいるんじゃ？一体さん、よく無事で。誰のことを言っとるんじゃ？誰なの？わしは、近所に住んどる、漁師じゃ。あの小屋は、何なの？あれは、日の江様を祀った祠じゃ。日の江様？竜宮に関わりのあるお方らしいが、わしにもわからん。今、都では、竜が暴れておる。竜を封じる伝説のお人が現れれば、祠が開くと。言うが、あんた、伝説のお人かい？とんでもないわ。あなたは一体。わしや、一体じゃないよ。おや？その腕輪は？俺、見つけた。おお、これは、そうかそうか。いいか、よく聞くんじゃ。この村の人たちは、一つの寺を守るために、集まったらしいのじゃ。目覚めの者が現れるまで、寺を守っておったが、鬼が近づいたために、自らの手で、村を沈めた。のじゃ。彼らは、竜宮人だったんじゃな。そういえば、彼らも同じものを持っとった。なんでも、水を操る道具だそうじゃ。ふーん。そう言うと、男は森の中に、
再び消えていきました。湖のそばにいます。潜って、見てくる。気をつけてね。ここで待ってるから。服と荷物は、私が。持っとくね。思ったより、水は暖かいようです。おや？湖の底に、何か見えます。あ、村が見えます。隣村が水に沈んでいます。村が続いています。お寺の門です。門の向こうでは、すごい勢いで、水が渦巻いています。ツバオは、水の流れの中に、腕を突っ込みました。うわぁ。恐ろしいことに、あたり一面の水が、光り出しました。いやあ。なんと、湖が光を放ちました。どうしたわけでしょう？お寺の門です。待っておったぞ。ようやく、光を操る者が揃ったな。目覚めの時が、やってきたのだ。通るがよい。不思議です。さっきまでの渦巻きが、嘘のように止まっています。ツバオは、門をくぐりました。真っ暗です。お寺の門です。村が続いています。村です。よく見ると、あんなところに松明が貼り付けてあります。うまく、外れました。村が続いています。お寺の門です。
うわぁ、真っ暗です。小僧、それでは不便であろう。それ。お、松明に火がつきました。上り坂が続いています。一体どこへ続いているのでしょう。門をくぐりました。その瞬間、明るい光を見たかと思うと、ツバオは気が遠くなっていきます。ツバオよ、目覚めなさい。誰だ。私は日の絵と呼ばれるものだ。日の絵？どっかで聞いたな。そう、この世、そして竜の宮を治めるものだ。竜の宮？玉手箱に竜を封じておく場所である。玉手箱は乙姫が持っている。乙姫は100万年に一度若返るために生まれ変わりをしなければならない。その間は玉手箱を地上の動物に任せるのだが、愚かにも人間は開けてしまったのだ。それで竜が。早く目覚めなさい。暗黒の化身が世界に邪悪の心を振りまいている。お前にしか竜を封じることができぬ。どうやって。奴の実体は竜の玉だ。玉を抜き取って玉手箱に入れればよい。それだけだ。竜はどこにいる？鬼ヶ島だ。島へ渡るためには宮水の枠、白石の泉を通るしかない。行け、ツバオよ。日の絵の声は消えていきました。待て、もっと聞きたいことが。宮水が都にもある。お前自身が宮水をつければ光を使う力が戻る。その時、私はお前の前に姿を現し、お前を導くであろう。いいな。これはお前自身の手でやらなくてはいけないことなのだぞ。ツバオの目の前に打ち出の小槌が現れました。ツバオは小槌を取りました。おや、こんなところへ出てきましたよ。祠の扉が開いているということは、今ツバオはここから出てきたんですね。大変です。ツバコの姿がどこにもありません。荷物だけが岸にありました。ツバオは服と荷物を身につけました。ツバコ、いない？おしっこかな？ツバコを。どこにもいません。何者かにさらわれたのでしょうか。ツバコ、いない？ツバコを。ツバコを。ぐす、ツバコを。ぐすん。とぼとぼ。ツバコ。ツバオは、ツバコを探しているうちに、こんなところへ出てしまいました。ワン、ワン。どこからともなく、犬が現れ、ツバオの行く手を、遮りました。Thank you.
こんにちは、つばおさん。喋った。女の子、来なかった？来ませんよ。鬼なら通りましたが。つばおは、犬に、きび団子をあげました。ありがとう。あなたのお手伝いをするように、言われてます。一緒に連れて行ってください。私の名前は、リンゴです。つばおは、犬と一緒に、旅をすることになりました。渡し船があります。泥で作った船です。橋のたもとです。渡し船があります。あんちゃん、向こうにある、た向こうの船、見たかい？あや、泥だぜ。危ないったらあやしねえ。こっちは、木ですぜ。さあ、乗った乗った。うさぎのタバコの火をもらって、松明に火をつけました。よく燃えてます。橋のたもとです。渡し船があります。つばおは、泥の船を、松明の火で、炙りました。泥は、見事、固まりました。しかし、松明は、燃え尽きてしまいました。よかろう。船に乗りな。流れが速く、揺れていますが、気持ちいいです。松明で炙ったおかげで、船はなんとか、持ちこたえそうです。うまい。やった。いくつもの山を越え、いくつもの川を越え、つばおとリンゴは、都のそばの、関所まで来ました。私だけなら、なんとか通れそうですが。ん？つばおは、自分に向かって、打ち出の小槌を振りました。つばおは、米粒のように、小さくなりました。その小さい体では、歩くのも遅くなりますね。うん。私の背中に乗ってください。これなら、つばおさんの姿も、見えませんよ。
よし、行け。弁慶は、犬など無視しています。簡単に通れました。人がたくさん歩いています。都から、逃げ出す人たちのようです。おい、待て。それでは、失礼ですよ。すみません。少しお願いがあるんですが。まあ、犬が喋った。この小槌を、私に向かって、振っていただけませんか？振ればいいのね。さ、さ、さ。ボン。いやあ。ツバオが急に現れたので、町の人は、驚いて逃げていきました。悪いことしちゃったなあ。でも、ツバオさん、大きくなって、かっこいいですねー。これで、鬼とも戦えそうですね。日の絵様の、プレゼントだったんですねー。さあ、ツバコを助けて、おじいさんたちの魂を、取り返すぞ。きちんと話ができますね。かっこいいですよ。でへ。日の絵様は、まず、都の宮水に、腕輪をつけろと言った。果たして、ツバオは、宮水を見つけ出せるのか？ツバコの命は、お主、なかなかやるのう。じゃが、この続きは、後編になるんじゃ。きっと、お主が世界を守ってくれるものと、信じておるからな。待っておるぞ。わっはっは。やっと前半終わったな。後半も胸圧激圧目から鱗もんだぜ。それ並みだな。後半は劇場で。待ってるよー。ねえよ。